YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の榊原です。今回ご紹介しているお車はこちらです。新車ハイエース版スーパー GL ダークプライム2ディーゼル4駆のお車をご紹介させていただきます。はい、まずこちらなんですけど、まず7型なんでフォグランプの形状が少し変わって LED 化になったのと、こちらインテリジェントクリアランスソナー、こちらも標準装備でついております。はい、続きましてこちらですね、トヨタセーフティーセンスと、こちらパナラミックビューモニターもついてます。でカスタム内容なんですけど、こちらのディーゼル4駆、いつもなら TRD のフロントスポイラーつけてるのが多いと思うんですけど、今回はフレックスオリジナルのデルフィーノラインのフロントリップスポイラーついております。でこちらですね、ガッツミラーもボディカラーのパールホワイトと同色ペイントしております。こちらのお車なんですけど、車高の方が1インチローダウンしております。なので通常の車高より約 2.5 センチほど低くなっております。なので乗り降りもしやすく、見た目もコンパクトになっております。はい、こちらですね、タイヤとホイールです。こちらグッドイヤーのナスカータイヤに、こちらフレックスオリジナルカラーのバルデロのディープス17インチ装着しております。後ろのご説明させていただきます。まず上からデジタルインナーミラーのカメラついてます。はい、でこちらですね、インテリジェントクリアランスソナー、リアにも4点ついております。こちらもちろんバックカメラも装着済みです。でこちらの車なんですけど、バンなので前半分が5人乗りの乗車スペースで、後ろ半分が荷室空間になっております。はい、でこの荷室空間にはフレックスオリジナルのベッドキットタイプ2装着しておりまして、4枚板になっております。簡単にこうやって取り外しできますし、高さも5段階で調整できますので、お客様のお好みに合わせてご使用ください。こちらの方が両側の小窓付きの手動のスライドドアとなっております。内装の方がこちらダークプライム2ですので、シートがハーフレザーシートになってます。こちらですね、天井周りが黒色で統一されているので、すごくかっこいい仕上がりになっております。はい、続きまして運転席周りご説明させていただきます。まずこちらですね、カロッツェリアの7インチダビついてます。でバックに入れますと、右側がバックカメラの映像で、左側が360度のパナラミックビューモニターになっております。でこちらのナビの周りであったり、ステアリングシストノブであったり、この辺ですね、全てマホガニー調の加色ダークプライム2特別でされております。で続きましてこちらですね、デジタルインナーミラーですね、こちらの方が連動して映像が映る形になってまして、後ろに荷物とかたくさん積んでもこれがあるのでちゃんと見えるようになってます。でここを押していただくと通常のミラーでも使えます。はい、でこちらの車メーカーオプションで、助手席のエアバッグとこちらの AC100V コンセントも装着済みです。ちょっと見えにくいと思うんですけど、 ETC も装備しております。
いかがだったでしょうか。ディーゼル4駆ですとね、この TRD の上げ系のカスタムオフロード仕様の車が多いと思うんですけど、今回はあえて下げ風の1インチローダウンのお車を作成いたしました。気になった方はぜひ南大阪店までご連絡の方をお待ちしております。納車の方も最短で2週間でできますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。